一見すると、エレクトロニックハラスメントという言葉からは想像がつかず、世間一般にはあまり知られていないため、現実的に理解できていない人が多くいます。 オ海カイボの経験がこの暗いカーテンの先端を多かれ少なかれ持ち上げるのかもしれませんオ海カイボ氏は厚生省ブネイケンの裕福な家庭の出身で自身も国内の科学技術会社で養殖に就いていました2008年には当時のブネイケン公安局長だった旧国からの汚職を摘発しエレクトロニックハラスメントによる報復を受け十何年にわたって毎日24時間当該内音声を浴びせられ心身は 極めてて大きいい苦痛を受けています王海剖氏は2015年に北京で陳情を開始し、最後に公安部の新法受付室から肯定的な回答を得ました。 中国の県および県以上の公安部門に人の脳の C を観察できる設備があり同時に音声機能を持ちオンにするとマイクロ波で脳内に音声を送信することができるというのですこの機器を使って私の脳の C を観察し私の一挙一動を監視し私の脳内に24時間音声送信しうるさくすると言っていました 多い時には十数人、少ない時には五六人の声が聞こえます彼らは交代勤務のように一人が疲れたら次の人と交代しました 内容は悪口・中傷を繰り返し24時間彼にノンストップで罵声を浴びせ続け休むことができなかったのです長期の脳疲労により激しい頭痛めまい頭が重い吐き気や嘔吐視界のかすみ疲労感胸内苦悶、呼吸困難などの一連の深刻な症状が続出しました長年にわたり公安部国家新法局中期最高裁判所中南海 科学技術部などの部門や機関を訪ね、インターネット、電話、手紙を通じて、また国内外の全国メディアに接触して暴露してきました。国家新法局と中期は、いずれも知らなかったとしており、公安部の新法受付窓口も2019年までは否定していましたが、それ以降は否定しなくなりました。 大ウ・防イ氏は次のように述べました公安部の新法を受付窓口によると全国の県レベル以上の公安部門はこの非常に高価な機器を持っており脳の C 活動を観察するだけでなく音声機能で脳に話しかけることができます経済犯罪でも刑事犯罪でもこのような装置で頭の中を観察することであなたの全てを知ることができます今では携帯電話や盗聴器のような従来のタイプの盗聴ではなく 脳脳波ををを抽出すすることであなたの脳の中を観察しし一一挙一動を把握しています現在は公安部が受理していますが事件が注目されていないこと証拠の入手困難事件が地方に戻された際の自治体の不作為などから被害者が権利を守ることは困難です。 彼が知っている限りでは、現在、中国では数万人のエレクトロニックハラスメントによる被害者がいます。私はいくつかの被害者に尋ねたが、彼らは私と全く同じであり、脳が24時間、ノンストップで嫌がらせを受けている。近年、エレクトロニックハラスメントの被害者が増えていることから、社会的な関心を寄せる人が増えています。 このような長期間の絶え間ない苦痛に耐えられず自殺した人も少なくありません王海坊氏は訴状に6人の被害者を挙げていますご高献1983年生まれ復権復讐人2011年1月1日に自殺した定期1984年生まれ湖北省武漢市の人通報後に精神病と宣告されその後に銃の打撃に耐えられず2013年3月に自殺した災害 1990年生まれ河南省鄭州市出身2017年3月17日に飛び降りて死亡した。 高宇田北京青年作家2019年5月14日死去内蒙う探検の人2019年10月21日に死去李極東武漢鄭州市の鉄道職業技術学院の先生飛び降り自殺したこのような恐ろしい行為を関西メディアは堂々と公表しました2019年1月15日新華社通信は中国国防法のエレクトロニックハラスメント兵器の衝動 という記事を転載し、脳科学技術は潜在的な軍事的価値が大きく、現代の戦場での知的頭脳制御兵器の開発と応用に活用され、三無、無人、無形、無音戦争の開発を推進していると主張しています。 記事の中で脳内制御兵器の目的は敵の体を破壊することではなく敵の意志を征服することでありつまり破壊から制御への戦いに勝つための道であると記載されており新たな脳を制御する技術は人間の脳にチップを埋め込む必要がなく電磁波光超音波匂いなどを媒体として利用することができます。